よし、もう一回行こう。やっぱマリクトが強力なので、今まで逃げてたような相手とも、やれないことはないんだな。とはいえ、やっぱ呪文無効果がある、ポイズンジャイアントとか、ドラゴンゾンビとかになってくると、ちょっと一筋縄ではいかない感じが。ちょっと今、一筋縄ではいかないを噛みかけたけど、噛みかけたって噛んだな。やるか。これはさすがにいらんな。意外とこの地下9階も侮れないっていうのが分かったからな。1体だったらやっちゃうか。まあ、オーガロードはちょっと呪文使うんで、あんまりたくさん出てこられると厳しいんですけどね。ただまあ、モンティのが効きさえすれば、相手としては楽か。よし。こいつらはそんなに美味しい相手じゃないな。警報か。こいつらの持ってるもんだからね、そんなにいいもんじゃなさそうな気もするんだよな。まあ、せいぜいモーグレフの杖と、ショートソードプラス2とかそんな感じかな。一体だったらやろう。もう今までの私とも違うからね。あ、ちょっと危ないな、これ。これはちょっと危ないぞ。鎧か。剣が欲しい。まあ、ヴァンパイアもね、一体だったらもしかしたらこの、手裏剣持ちを殴ってくれれば、ドレインはかかんないんで。よし。やったるで。どうしようかな。マリクトは一体だからな、言っても。まあ、せいぜいダルトぐらいはかけとくか。よし。メイジブラスターか。じゃあ、大したことないな。よし。なんか、ファイアドラゴンの落としてる剣だから、ドラゴンスレイヤーだったりしないか？ちょっとこれは、ていうか、レベル8ビショップの顔色の悪さ。なんか、海王神みたいな肌の色だよね、あれ。こいつか。こいつもそんな、大した相手じゃないな。まあ、ダルトぐらいはかけるか。そこまでするまでもなかったな。プリーストブラスター？え？ちょっと待った。言ってることが違う。いや、これどっちかっていうと、かかってやばいのはテレポーターの方だから、こっち行こう。よかった、合ってたっぽい。カルフォがしくじったのか。カルフォ使わなーで行ってみるか。なんかちょっとカルフォがね、外し出してる気がせんでもないんだよ。よし、行きましょう。これ終わったら帰るか。これはダメです。なんか仲良しなんだね、あの人たち。よく見かける。よく一緒にいるところ見かける。せめてなんかもうちょっと、いいやつがいい。
これはいい。これはやりましょう。一応、バマツ、まあ、せんでもいいか。よし。これは、経験値おいしい。経験値おいしい。いいねー。カルフを使わないってのも、一つの手かもしんないな。なんかいっぱい手に入ったな。なんかカルフを使った時よりも宝が多くなかったか今。そんな気がせんでもない。じゃあチョロマツを外すかやっぱり。では、巻物とかあるかな？今回巻物がないのか。そうですか。じゃあこの剣から行く？結構もう、リーチかかってる感はあるよ。今回で一気に消える可能性はあるよ。いらん。ああ、いらん。マジでいらん、これ。これじゃあ、なんか怪しいな。呪われてる可能性が。おお、回避。神回避した。じゃあ、この剣。ロングソードプラス2。プラス2はみんな知ってるんじゃないか？知ってるねー。まあ悪い宝ではないんだけど。くっ、来たねー。まあほっとくか。これ最後かな、ひょっとして。あとあ、まだいっぱいあるね。あ、いっぱいあるわ。あ、これもしかしたら本当に消えるかも。本当に消えるかもしんない、これ。あ、でもこれはもしかすると呪われてはいないのでは？いらないなぁ。でもショートソードか。こんなに探し求めてるカシナとか手に入らずに。特に意識してなかった手裏剣とか手に入ってんだけど。あと村まさか。さすがに今から転職は厳しいしな。これは呪われてはいなさそうだな。呪われてんじゃん。呪われてんじゃん。しぶとかっただけ。じゃあこの鎧服か。あ、本当にやばいね。おお、神回避。神回避だけど、でも結局危ない状況変わらずだな。じゃあこの盾と鎧か。両方呪われてると消えますね。同じ品じゃん。同じ品なんだからさ、見たらわかるんじゃないのか。爪が甘いなぁ。今回のイヤミさん、爪が甘いよ。これはでも、呪われては、いや、でもわかんないな。あ、でもいつものやつか。これは必要ないやつだな。よし。これを最後にするかな。うん。カルフを使うと宝のランクが落ちるってのは本当なのかな。まあ落ちるっていうよりは、なんか数が減っている気がしなくもない。
ていうか、巻物とかがガンガン手に入ったのは、もしかしてカルフのせい？可能性はあるんだけどね。いや、ちょっとね、カルフ使わないと、怖いんだよね。いざ、チョロマツが推理を外した場合にさ、といってもカルフも外すんだけどね。なんだかんだで。まあ、カルフはね、レベル2だから、モンティノと同じ場所にあるから、モンティノを使いたいがゆえにカルフを使わないってのもありっちゃあるなんだよな。やるか。どうすっかな。一応、モンティノするか。で、まあ、念のためにダルトぐらいはするか。モンティノいらなかったな。モンティノいらなかったけど、まあいいでしょう。よし。ちょっとカルフを封印してみるか。怖いんだよな、でも。おお！美味しい。これは美味しい。カルキなんかしてる場合じゃないか。よし！美味しい。ネイジブラスターね。よし。まあ、もうさすがにカルフォなしでやったとしても、そんなに外さないかな？ここまでレベルが高くなれば。そんな気はするよ。こいつらか。一応、バマツぐらいして、まあ、ダルトするか。ちょっと、増えすぎ。増えすぎです。いやー、全然数が減っていかない。よし、これで勝つかな。よし。こんだけ数が多かったらやっぱ経験値もなかなか入るんですね。まあ、フロストジャイアントとかウィル・オー・ウィスプに比べたらまだまだですけど。ただあいつら、呼んだそばから逃げてるからな。うっそう。やるか。やってやみよう。まだあると暗い。よし。警報流行ってんの？よし。もう一回ぐらいはいけるかな。あと一戦やったら変えるぐらいにしてみる？こいつらか。こいつらか。ちょっとマリクトぐらいで一気に数減らすか。あ、やっぱ呼ばした方がいいね。あ、警報ばっかりなんだけど。こんだけ同じ罠が続くとさ、不安になるよね。チョロマツをどこまで私が信じてあげられるかにかかってるな。いや、ほんとね、外してさ、テレポーターだった時の悲劇ったらないんですよ。死ぬから。よし、これラストにしよう。ラストにはふさわしい相手ではないか。いやー、これやっぱこれだろうな。
で、ちょっと、どうすっかな。キメラぐらいいくか。あ、ちょっと待って。やばいやばい。普通に、マリクトが遅い。まずいね、テレポーター。怖い。よし。巻物いらない。巻物はいらんな。さて。じゃあ、カラマツ外すか。もう、この方もそろそろ、消滅する頃だよね。じゃあ、ちょっと、温情をかけて巻物から行こう。巻物が呪われてたら面白いけど、あー、いらない。実にいらない。巻物多いな。巻物めっちゃあるな。せめてロミルワの巻物だったらね、ありがたいんだけど。カッティのか。こっちに戻しとこう。じゃあこの巻物行こうか。カッティのの巻物多いな。あとは全部装備品か。ああ、やばいね。消える可能性が本当にある。担当。ダガープラス2。いらない。じゃあこのカブト。カブトプラス1。これ、プラス1はみんな知ってるのでは？みんな知ってるね。うん。まあ悪くはないんだけどな。じゃあ、このクセモノ行く？この杖。ちょ。杖プラス2か。杖は結構呪われてる率が高いからな。じゃあ、あと残ってんのは？この鎧か。これ、鎧はね、クセモンですよ。これね、呪われちゃいないのか。で、あとはこれか。剣から行こうか。嫌な予感がするよ。こんだけ粘って呪われてる可能性もあるからね。いらない。まあでも、ファイアードラゴンが来た時にこれ装備してたら、いいっちゃいいんだけど。持ち帰られるシステムじゃないからさ、ウィザードリーって。これが最後かな？多分、もう鑑定してないもんないよね。よし。おお、神回避。はい、それでは、また地下10階の方やっていきましょう。よいしょ。ちょっとまだレベル上がんないですね。さすがに20何万も稼ぐのは厳しいな。これはちょっと危険を承知で本当、グレーターデーモンの養殖にチャレンジするしかないかもしれない。あ、これだ。よいしょ。
まあね、グレーターデーモンがね、そうやって経験値稼ぎに推奨される理由はやっぱりあれですね。エナジードレイン持ってないし、経験値が4万以上あって、で、かつ仲間を呼ぶっていう。で、グレーターデーモンの脅威はやっぱり5レベルの魔術師系呪文なんで、それさえ封じてしまえば、もうあとはもう美味しい敵になり下がってしまう。そこがやっぱりいいんでしょうね。ダルトぐらいしとこっか。いた！殴られた。よいしょ。結構タフなんだな、こいつら。ちょっと油断してましたね、今。あ、ちょっと今日。ノイズが入ってる気がするな。よいしょ。嘘でしょ。嫌な奴ら。ハイプリースト先にやんないと危ないな。で、一応、ジャイアント対策のバマツをしておいて、まあ、ダルトぐらいでお茶を濁すか。ちょっと食らったか。もう呪文はいいだろう。あ、結構でも耐えてんな、こいつは。意外と耐えてる。と言ってもこいつらな、経験値の足しにならないからな、ほとんど。4体であれでしょ？ガス爆弾。なんだい？大した経験値の足しにもならんし、アイテム持てないし。かといって死ぬ可能性だけはあるっていうね。まあ、ああいうのは最悪ですね、本当に。よいしょ。まだ回復はいいかな。うっそでしょ！嘘でしょ？トドマツが死んだらどうすりゃいいのこれ。でもこれ、脱出するにはさ、脱出するにはここを突破するしかないじゃん。分かった。もうやろう。やるしかない。よし。うっそー、ここでテレポーター。怖い怖いです。いらんもんだよ。助かった。生き返ってくれるかな。お願いします。よし、よかった。一旦ほどまつ入れて、とどまつを一旦外しときゃいいか。確かぼちぼちこのお方も消える寸前じゃなかったっけ？そうですよね。残念ながら今回この杖しかないね。ちょうどいい。